最後、教室会議をサポート等々もさせていただいております。はい、チャレンジ5日目になりましたが、皆様たくさんの、ね、アウトプット本当に本当にありがとうございます、ね、5日間連続見てくださった方いらっしゃったりしますか？リアルです。5日間参加できたよって方がいたらね、よかったらこっそりコメントしていただけたらとってもとっても励みになります。あ、おはようございます、おはようございますのコメントありがとうございます。もうね、早かったような長かったような5日間チャレンジですが、あっという間に最終日になってしまいました。なんだかんだね、その間に3連休が挟んでおり、実家から両親が来たり、ピアノの発表会があったり、結構毎日1分1秒慌ただしく参加させていただいておりました。あ、参加させていただくというか、私がやってたねどちらかというと皆さんが参加していただいたんじゃないかなと思います。あ、嬉しい、5日間連続参加できましたということでこっそりとか言いながら私ね読み上げてしまうんですけどねありがとうございます。名前はねあえて言わないようにしまっておきますね。ありがとうございます。もうね、5日間参加していただいたことがとってもとっても嬉しいです。プラスでね、それこそね、2日連続で夜も参加していただいた方とかもね、きっといらっしゃるかなと思います。このね、5日間はきっとアトリエ R で、ね、なんなら満たされた、満たしてもらえてたら幸いはいいですが、今ね、何をやってるかってところもお話しさせていただきますね。ちょっとゆっくり、よいしょ、ごめんなさい、いつも顔を、ね、動かすの忘れちゃう。この辺がいいかな。はい、あ、しょうちゃんおはようございます。リアルで5日間参加できましたが、名前読んじゃったもんね。昨日、一昨日と運転中でした。でしてたので、後でアーカイブでしっかり学びます。素晴らしい。そうそうそう、アーカイブね、そうそう、昨日もね、キコさんにアーカイブって残してないよねインスタにって言われたんですけど、そうなんです、インスタグラムでアーカイブ残してないんです。そう、じゃあどうやったら見れるかっていうと、公式 LINE にね、5 days って送っていただいた方には送らせていただいてるので、今からでも遅くない5 days って送っていただけたらアーカイブの方送らせていただきますので、ぜひぜひチェックして、プレゼント特典も用意させていただいておりますので、私ね、そのプレゼント特典を昨日夜中の4時半まで作ってたの、めちゃめちゃ力作ですこの限定サイト、ちょっとプレゼント特典かなりね、アウトプット5日連続した人だけにあげるのもったいないぐらい、結構ね時間かけて3時間半ぐらいかけて限定サイト作ったんですよね。そう、あ、ごめんなさい、これからじゃなかった。なのでぜひみんなもらってほしい、もらってほしいなと思いながら、しかもね、いつもだったらペライチさんっていう、私がね、お付き合いもさせていただいてる、作りやすいランニングページとか作りやすい会社さん使わせてもらってるんですけど、今回はね、使わせてもらったのはキャンバさんのサイトを作れるところからさせてもらったんですけど、いや、いいねいいけどコツがいるなとか思ったりしました。一回作ったことはあったんですけどもね、そう、ちょっとこれはコツも教えたいな、キャンバでサイトホームページを作るやり方も皆さんに教えたいななんて思ったりしてるので、6期生には、ね、ウェブ集客講座受けてくださる方にはぜひぜひ教えたいななんて思ってたりするので、ね、いいですよね、キャンバで今無料でサイトが作れるってすごくないですか、うん、いい時代だなと思いながら作っておりましたが、これはやっぱちょっとずれたらレスポンシブって言ってね、デザインが崩れたり、携帯で見た時とパソコンで見た時とちょっとレスポンスが崩れたりとかする。あ、ごめんなさい、専門用語言っちゃって申し訳ないんですが、デザインが崩れやすかったりもするんですよね、デメリットとしては。あ、でもね、すごいいいコツが分かったので、そういった話もね、説明会等々でしっかりさせていただきたいななんて思っております。あ、嬉しい。赤目の日はありましたが、無事5日間、5日間迎えれました。素晴らしいです。たくさんね、吸収していただいたんじゃないかなと思います。でね、吸収するだけじゃなくて、ぜひね、記憶ってすぐね、1時間で半分忘れるってね、言われてたりするので、どんどんアウトプットして、で、言うのももちろん大事ですけど、行動にね、移していただくと記憶の定着になっていくので、どんどん行動できるようになっていただけたら嬉しく思います。はい、何度も言わせていただいてるんですけども、5日間チャレンジしていただいた方には、まあね、自分の習慣になるためにしていただきたいなと思ってやらせていただいたチャレンジではあったりするんですけど、せっかくだからなんかね、プレゼントあるとやる気モチベーションつながるかなというところで、2つプレゼントをつけさせていただき、作らせていただきました。昨日明け方まで作ってたよって言って、先ほどお話しさせていただいた限定サイト、これめちゃめちゃ力作ですよかったらもらってくださいっていうのが1つ目。うん、2つ目がインスタとかブログとかタイトル、あ、ちょっとクリックしたくなっちゃうとか、続きが見たくなるっていう言葉っていうのがあったり、短い言葉で心をつかむことをキャッチコピーって言ったりするんですけどね、そのちょっと反応率がいいキャッチコピー20選っていうのもね、プレゼントをさせていただきます。これね、これから頑張りたいなと思ってくださった方には、くださってる方にはとってもとっても嬉しいプレゼントなんじゃないかなと思って考えて、もうね、ほぼ徹夜で作らせていただいたので、ちょっと大げさ、うん、ぜひぜひもらっていただけたらなと思います。昨日ね、キコさんと楽しいインスタライブをした後、結局お酒を
走り買いにコンビニに走りますとキコさんには言ったんですけど、いやいかんいかんプレゼント作らなきゃと思ってね、コンビニに走らずキコさん、私はサイトを3時間半ぐらいかけて限定サイトを作っておりました。偉くないですか。でどんな限定サイトかっていうと、ああちょっとね見づらいですね、こうクリックしたらね、あのページに飛んだりとか要約が流れたりとかするね、とっても見やすいサイトを作らせていただいてるので、ぜひぜひこちらもらっていただけたらなと思っております。はい、で、あ、そう、今日はね何のお話をさせていただくかっていう話す前にちょっとごめんなさい今日絶対言わなきゃいけないことがある。キコちゃん、キコさん、真面目やん。真面目なんです私やりだしたら止まらないんです。真面目なんですよね。はい、ここだけの話。そうなんです。はい。で、今日ね、実はインスタライブ、もういいよ、お腹いっぱいとか言わないでください。3回やります。インスタライブ今日3回やらせていただきます。ちょっとね、自分へのチャレンジが楽しくなってきちゃいました。はい。1回目のインスタライブが今ですよね。今この5日目っていうのをさせていただいてます。もう、昼間が本命なんじゃないかな、みんな喜んでいただけるんじゃないかなと思っておりますよ。5日目は、本邦初公開ライブでは生のお米から作るお米スイーツクッキングライブっていうのをさせていただきます。もうね、次で3期生なんだかんだ3期生かな、1期2期3期と連続で募集させていただいてるので、次で3期生の募集になってくるんですけども、すでに受けてくださってる1期生2期生にも嬉しいご案内があったり、これから受けてくださる3期生にも嬉しいご案内用意させていただいてるので、ぜひぜひリアルタイムで参加していただけたらと思っております。こちらのレシピすでにプレゼントさせていただいてます。全員にお配りしてるというよりは、あ、お配りしてないです、公式 LINE にお米って送っていただけたら自動で配信させていただくようにさせていただいておりますので、逆に言えばお米って入れなかったらレシピプレゼントできないのでね、ぜひぜひ入れてください。でこれ期間限定です。30日までね自動応答させていただいてないので、30日までにゲットしていただけたら嬉しく思います。これねめちゃめちゃ美味しい一気に2個いけちゃう、むしろ3個いっちゃうかもしれないぜひ、ね、作って、しかもねお米やってる方、お米スイーツ作ってくださってる方、皆さん知ってると思うんですけど、お米スイーツめっちゃ作りやすいんです、お米パンを習っていただいた方は皆さん言うんですけど、お米スイーツ最高ってよく言っていただけるので、このお米ココアムースを楽しみにしておいてください。あ、嬉しい、むこさんも今回は3回参加させていただく予定なので、あ、嬉しい、今日参加してくれるのね、嬉しいです。ぜひぜひ3回もう参加していただいたら、もうそれもなんかプレゼントしちゃおうかしらっていうぐらい嬉しいです。ありがとうございますこの話をしているとね、さっさと本題に行けって思われるかもしれないんですが、もうちょっとだけご案内させて、あ、そう、あ、このね、こんな感じでキャッチコピー20選っていうのもね、プレゼントに用意してますよっていう画像を作らせていただいたので、作った画像はやっぱりね見せれてない画像いっぱいあるんですけど、やっぱり見せないと後で後悔するので、全部開かせてください。はい。でこのね、5 days、よくね、アウトプットのところで、無料でこんだけやってくれてありがとうございますって、嬉しい言葉を入れていただくんですけど、あります、魂胆が。5日間学んでいただいて、あ、もっと学びたいとか、あ、もっと涼子先生から学びたいとか、あ、一人じゃちょっと難しくかもとか、あ、今日はするロードマップの話とか聞いていただいて、あ、これ一人じゃロードマップいけないなって思った方は、先着5名限定で、説明会させていただきますよっていうのを、昨日のキコさんとライブさせていただいた後に送ったんですね。ちょっと夜の遅くで申し訳なかったんですが、説明会させていただきますよっていうのをご案内送ったら、昨日の夜から今日の朝までで4名様が日程合いませんって連絡くれたんです。そう、昨日のね、私もいつもギリギリなので、ご連絡がギリギリ食いすぎたせいで、説明会参加できないので、どうにかになりませんか、日程増枠でありませんかとか、個別相談できませんかっていう方が、昨日の夜中から今日に当たってもう4人もいらっしゃったので、ちょっと増枠も考えてたりします。なのでちょっとね、増枠希望の方も遠慮なく、その日参加できないので増枠希望ですとかって書いておいていただけたら、ちょっとね検討させていただきたいななんて思っておりますので、ぜひぜひこの機会を見逃しなく、ウェブ集客講座ね、アカデミー今期で6期生の募集になってくるんですけど、今期めっちゃすごいです。5期までの方に申し訳ないくらい、むしろね5期までの方がね、もう一回お代わり受講したいですって言ってくださってるぐらい、かなり手厚い講座の中に身になっておりますので、どんな中身か気になる方はね、公式 LINE の方からリッチメニューに詳細載せておりますので、そちらもぜひぜひ確認していただけたらと思います。もうプロが作ってくれた秘伝の天ぷら揚げが多数あったりとか、今回ね実はねパソコン教室の先生にフォローに入っていただけるので、私はコンサル
とかね、あの皆さんの教室のアドバイスをさせていただいたり、販売の方もいらっしゃるので販売のアドバイスさせていただくんですが、そのパソコンの先生はね、主にパソコン作業のフォローに入ってくれる。私両方やってたんですけど、やっぱり私との個別の時間とか、みんなのフォロー会の時間とかをそれにパソコン作業に使うのちょっともったいないなってずっと実は思ってたりしたら、パソコンの先生がね、私フォローに入るよって言ってくださったので、今期かなり嬉しいです。フォローアップしてくださる方がね、実は4人先生が入ってくれるっていうのにね、今までと金額変わらずみたいな、すごい嬉しい特典が多数ありますので、どういうことって思った方はぜひぜひ、アトリアールの公式 LINE からリッチメニューね見ていただいて、講座の詳細覗いてみて、気になったら説明会申し込んでいただけたらと思っております。すぐに5名様満席になりそうなので、もう実はちょっと埋まりつつあるので、ちょっと増枠しようかなと思ってたりもするのでね、気になる方はお早めにちょっとね、あの増枠希望とか送っていただけたら嬉しく思います。ちょっとお話が長くなりましたがここからです。ここから今日のテーマに行きたいと思っております。5日目、一緒に作る教室集客最強ロードマップというところで、ぜひ1日2日目3日目4日目ってしっかり学んでいただいた方は、今日のところしっかりまた聞いていただけたらと思っております。一緒に作る教室集客最強ロードマップというところで、私ね、このロードマップを作るのがすごく、その人に合ったねロードマップを作るのが実はすごく好きで得意だったりするんですけどもね、よいしょ、今日はね、これまで4日間というか4回か1回 お休み挟んだからね、集客とか教室運営とか様々な内容を伝えてきましたが、今日はその集大成ですそのプロセスを一緒に作り上げていく方法をご紹介させていただきますね。ぜひぜひ最後までお付き合いください。はいもう最初からね、あの15分で終わるって言ってたけど無理でしたね。最後まで30分のミニセミナーになりそうです。でね、実際かなり内容を濃くさせていただいたつもりです。でちょっと画像がね薄いのはなぜかというと、作ったサイトをねちょっとスクショして貼り付けただけだったりするので、ちょっと字が薄くて見えづらかったら申し訳ないです。これね、限定サイトの方が送られるので、アウトプットしてくださった方には送られるので、ぜひぜひそちらを楽しみに見ていただけたらと思います。もうこれね、要点をまとめて、なおかつこうタップしたらライブの赤みに飛ぶみたいな、ね、仕組みをちゃんと作らせていただいたので、そちらも楽しみにしておいてください。1日目ちょっとね字が薄いので私読み上げちゃいますね。1日目何を勉強したか、1日目何をやったか覚えてますかね。字が薄いからね見えづらいから、ちょっと私がね私も見えづらかったりするんですが、1日目はなぜ教室運営に集客学ばなきゃいけないの、集客が重要なのっていうお話をさせていただきました。私もね教室業始めて15年、もう生徒さんに喜んでもらえることだけをして、もう単発レッスン毎月毎月レシピを考えて募集して、っていう日々だったり、でもあれ人は入ってるけどなんだか利益残んないな、なんでこんな時間に追われてんだろうっていう夢と現実のギャップを感じてたりしたのがまさに4年前までだったりするんですね。同じような方、もしかしたらねこれからやろうと思ってる方、そうなのって逆にねちょっとね怖くならせてしまったら申し訳ないんですが、ぜひぜひ今からでも遅くないので覚えていただけたらと思います。みんなね米粉パンとか小麦のパンとかお菓子とかっていう技術を学ぶのはやっぱり楽しいから、投資っていう発言をさせていただきました。生徒さんがね旦那さんに君に投資するよって言って申し込ませてくれたんです、米粉パンはとかっていう話を聞いてたので、そう皆さん、習い事学ぶことには投資する、要は学ぶ技術を上げるとかパンを習うとか楽しいこと、には投資するのに、それを回収するってことをあんまり考えないのよねっていう話をさせていただいたら、ああっていうアウトプットがすごく多かったんですね。そうなので今ってね気づいてる方も多いかなと思うんですが、差別化しないとなかなか選ばれないような教室選挙国時代と言われてたりするんですね。なのでちゃんとパンをせっかく習うんだったら、お菓子をせっかく習うんだったら、どうやったらねそれを回収できるか、習った分、私昨日ちらっとね酔っぱライブじゃないね、キコさんとのライブでも言わせていただいたんですけど、私のね師匠からの言葉で、学んだらそれの5倍回収する気持ちで私はやってるわよっていうのに衝撃を受けて、私も何かを学ぶときはいつも
5倍回収してやるぞぐらいの、ね、気持ちで実は、学ばせていただくと全然違うんですよ。行動量も違ってくるし、インプットもアウトプットも変わってくるので、ぜひ皆さん学んだら一緒に集客についても考えていただけたらななんて思っております。字がちっちゃすぎてこれを読めないね。集客を学ばないとどんなリスクがあるかっていう話させていただきましたよね。そう、競合が増加して、競合がねとの差別化ができなくなって、価格競争に、揉まれてしまって、金額がどんどん下がってしまって、最終的には楽しみのためにやってたのにいつの間にか疲弊するみたいなことが学ばないと起きてしまうので、集客を学ぶとどんないいことがあるよっていうと、安定した運営ができるし、好きな生徒さんしか集まらなくなるんですね。で、良いレッスンができるので、良い口コミが生まれて、楽しくストレスなく生き生きと、お教室、この仕事一生やっていきたいなっていう、本当にやりがいのある仕事なので、ぜひぜひ皆さんには続けてほしいし、やりがい持って感じてほしい。そのためにはぜひセットで学んでいただきたいよっていう話を1日目にさせていただきました。覚えてますでしょうか。2日目、もう全部ちっちゃいから私の話を聞いていただけたらと思います。私はこうやって目を凝らしながら見ていきたいと思います。2日目は何の話をさせていただいたかと言いますと、教室ステップと間違いがちなポイントっていう話をさせていただきました。1日目にね、しっかり集客はこれから教室やりたい方も、すでにやってる方も、今はセットで学ばないと後が辛いよっていう、疲弊するよっていう話をさせていただいたので、じゃあ具体的にはどうしたらいいのってところで、2日目で基本のステップをお話しさせていただきました。これかなり具体的な話かなと思うので、これぜひやってアウトプットしていただけたら嬉しく思います。もうやってる人が、もう教室に1年以上続けられてる方はやってる人がほとんどなんじゃないかなと思ったりするので、これからやりたい方は教室をオープンする前に、販売をする前にぜひやってくださいね。まずはターゲットを設定します、ただ単純に私のこと興味ある人みんな来てほしいとかだったら、結果差別化できなくて誰にも選ばれない、特徴がないとやっぱり選ばれなかったりするので、大事なのは、あ、これ私のためのお教室だわってターゲットさんに、ペルソナとか言ったりするんですけど、思ってもらえたら間違ってないんですね、求められてるものを出せてるっていうところだったりするので、ぜひぜひ、あ、これ私のための商品だわ、教室だわ、先生だわって思ってもらえるように、ぜひぜひターゲットっていうのを明確にしてください。で、明確ができたら、その人に、人が決まらないとどんなメッセージ、どんなお困りごとがあるかって分かんないので、人が決まったらその人が欲しいメッセージっていうのが明確になってきますよね、そこまでできたら3、マーケティングチャンネルを選定していきましょう。これも、全然考えてなかったですって言われてアウトプットされた方すごく多かったんですけど、やっぱり何もインスタだけでもなかったりする。私はね、こうやってインスタ、 SNS の中ではインスタが得意だったりするので、インスタ教えてたりするんですけど、実はね、どこから見つけてきてもらってるか、お申し込みいただいてるかって、ホームページとかランニングページとか Google 検索からだったりするんですよ、本当のことを言うとね。そう、なので、どのチャンネルっていうのは何かっていうと、どの媒体を使うといいか、それってどんな人が、どんな お好まりごとがあって、どういう媒体を見てるかっていうのを理解しないと決めれないんですよね。なので1から2、3っていう順番にやっていってください。そこまでできたら、コンテンツ作成と発信です。コンテンツ作成っていうのは何かっていうと、自分が販売する商品ですよね。それを商品からのコンテンツって、それを認知してもらうための発信になってきます、どんな発信がしたらいいかなっていうコンテンツ、発信内容っていうのをセットで決めていってください、で、その人たちに継続していただくためには、やっぱりフォローアップと関係構築っていうのが必須になってくるよって話を2日目にさせていただきました。これ振り返るだけでもなかなかな内容をさせていただいておりますね自画自賛というね。でもね、できてる人どれくらいいますかって問いたい、逆に問いたいってところあったりするので、振り返りぜひぜひやってみてくださいね、3日目にお話しさせていただいたのは、さっきね、 SNS どれ使うっていう話させていただきました。2日目のところで、で、具体的に SNS を使った集客と教室ブランディングっていう話を3日目にさせていただきました、で、そうは言っても SNS 集客って何をすればいいの、インスタ
だけなのみたいな話とか、なんで特に SNS を使ったらいいかとか、教室のビジュアルやコンセプトを効果的に発信することによって選ばれるようになるから SNS って使いやすいんですよっていうお話をさせていただいたのと、ブランディングっていうのは何かっていうと、ご自身自分のね決めたコンセプトとかペルソナさんに合った内容を決めましたよね。そしたら教室の個性とか価値を伝えるための戦略だったりします。ここってコンセプトも人も決まってなかったら作れないので、まずはしっかり1と2を1日目と2日目を終えた後に3日目3回目の課題に取り組んでみていただけたら、進みやすいんじゃないかなと思います。でもね、この1日目2日目のところにかなり質問が多かったのが、私差別化できませんとか、他の教師との違い見つけれませんとか、もう私がやりたいことみんなやってますとかっていう相談結構受けたんですね。で、私が思ったのは、そんな厳しい言い方しなかったですけど、本当に調べましたかって思ったの。ライバルが多すぎて何もできませんとか、どんな差別したらいいか分かりませんって言われたんですけど、本当に、市場調査しましたかってところだったりするんですよ。大事なのは、差別化するためにはまずはしっかり周りを知るってところが大事になってきます。特にですよ、対面以上にオンラインでやろうとしている方は、特にこれ自分はどんな教室でどんな風などんな解決をするのかとか、どんな人に喜ばれる、どんな未来に連れてっていただけるのかってところまで具体的に決めとかないと選んでもらえません。対面だったらね、その場所にあなたがやってるお教室しかなかったら来てもらえるかなと思いきや、それってねちょっと危険だったりもして、同じような教室が近くにできたらどうしますって話だったりするので、やっぱり対面の方も教室のブランディング、ペルソナ決める、ターゲット層決める、コンセプト決めるっていうのはやっぱり大事になってきます。絞ったら人来てくれませんかって言われるんですけど、全然そんなことないです。むしろ絞った方が伝わって来てくれます。もう私何屋さんっていう人のところってやっぱりまずは見つけてももらえなかったりしますよね。なのでそこをしっかり対面の方もオンラインの方もやっていきましょう。じゃあどうやって差別化見つけるかっていうと、ポジショニングマップっていうのを紹介させていただきました。まず、似ているような教室を5つぐらいリストアップして、自分単価比べるのもいいし、内容比べるのもいいし、来てくださってるお客様層を調べるのもいいし、時間帯とかこういろいろねリストアップしていくんです。で、どことどことどこにこういうこうね教室が集まってるな、でもここのポジション空いてるなっていうのを見つけれるんですね。これをすると、あ、ここのポジション空いてるから私はここってやるともう差別化できるんですよ。なので、ちょっと私他と違った発信できませんって方は、ぜひポジショニングマップ、まずは他の市場ライバル調べるってところからやってみてくださいってところを3日目にさせていただきました。これやってくださった方いらっしゃいますか？いたらね、やったよとか添削してくださいとか言っていただけたらねさせていただきますよ。はい。で、4日目、昨日ですね、昨日なので見てくださった方は記憶にも新しいんじゃないかなと思っております。4日目は何の話をさせていただいたかと言いますと、やっぱり継続して、選ばれる教室になっていただいて、楽しく教室を存続させていただいて、どんどん成長させていただくためには、やっぱりリピーターさんを考える、っていうのが大事になってきます。リピーターさんを増やすための教室の流れを作るっていうのがとっても大事ですよっていうお話を昨日させていただきました。7対3の法則っていうお話をさせていただきました。やっぱりね、趣味ではなくお仕事としてやっていきたいって考えたらね、考えている方がほとんどだと思ってお話しさせていただいていいですか？そう、趣味だったら、ね、趣味でやってもお友達だけ来てもらったらいいんですって思ってるんだったら、正直ここまで勉強しなくてもいいと思うんですが、お仕事としてちゃんとやりたいな、少なくとも見てくださってる方は仕事としてちゃんとやりたい、むしろ今の仕事以上にね、ちゃんとやりたいって思ってる方が見てくださってるんじゃないかなと思ってたりしますし、今以上に生徒さん来てほしいと思って見てくださってると思うので、ここまでしっかりお話しさせていただいております。7対3の法則、何かと言いますと、新規3、リピーター3、7っていうバランスが保たれてると、どんなお仕事もうまくいくよっていう話させていただきました。やっぱりリピーターさんってすごくありがたい存在ですし、信頼関係構築できますし、リピーターさんからいろいろといろんないいアイデアもいただけたりするんですね。毎回毎回ご新規さんばっかり集客してて、新しい人だったら正直心も疲弊するんですよ。そう、
で、まずは単発レッスン、私単発レッスンしかやりません、生徒さん喜んでくれるから。私もそうだったんです。教室業を15年やってて、コロナ禍になる4年前まではずっと単発レッスンさせていただいてたんです。なんでかっていうと、生徒さんが喜んでくれるから。うん、ちょこちょこね考えたんです。コースでやりたいなとか、うん、毎回毎回集客するのも大変だし、やっぱり流れで1回目に基本、2回目にってどんどん難しいパンをね教えていたりできるから、コース作ろうかなっていうのを15年教室やってるからね、時折考えたんですけど、生徒さんにね聞くと、単発がいいです、こうやって行ける月行けない月もあったりするから、うん、来やすいですって言ってくださってて、ずっとそうしてたんですけど、まあそれはそうですよね、皆さん絶対そう、うん、生徒さんがもう単発がいいですって言うから、もう単発しかしたくないんですとかしないんですとかって言われることもあるんですけど、それはそうなんですよね、逆の立場で考えると。うん、じゃあさっきも言ったように、リピーターさん戦略、リピーターさんしていかないと教室業って大変だよ、運営大変だよっていう話をさせていただきました。じゃあどうしたらいいかってところなんですが、バック商品をまず作っていただいて、コース商品を作ってもらう、継続していただけるような仕組み、オンラインサロンでもいいし、コミュニティでもいいし、プログラムを作ってもらってから、フロント商品とか単発レッスンに来てくださってる方とか、体験レッスン参加していただいてる方に、バック商品がこんだけ魅力的だから、単発で受けるよりコースで学んだ方がこんないい未来待ってますよっていうのを提案するだけなんですね。そう、押し売りするんではなくて提案する、うん、ここで大事になってくるのが、押し売りじゃなくていいもので欲しい人にご紹介するっていうのがすごく大事になってきます。うん、昨日ねご質問していただいたのが、単発レッスン受けてくださってる方にはみんなにコースレッスン紹介するんですかっていうご質問いただきました。うん、もしご自身が今やってる教室がちゃんとバック商品コースとかね、バック商品って言われるこう流れ、リピーターになっていく仕組みをちゃんと作れてて、それのためのそこに流れるような、流れていただけるような単発レッスンとか体験レッスンとか仕組みがちゃんと作れてるんだったら、全員にご紹介するのも全然ありだと思う。逆に紹介しないと失礼だったりもしますよね。体験レッスンわざわざ受けに来てくださってるのにコースを紹介しないってやっぱり失礼だったりするので、そうで、なんか高いと思われそうで不安ですとか、うん、押し売りだと思われたら嫌です、自信ないですっていうのもね、気持ちもすごくわかるんですけど、でもそう思うのってやっぱり最初だからっていうのももちろんあるかと思うんですが、自信持ってちゃんとしたコース、これめちゃめちゃお得だよ、私だったら絶対買うし、みんな受けなきゃ損だよっていうくらいいいものをちゃんと作れてたら、押し売りにならないし、むしろ買わなきゃ損ですよっていう気持ちでご案内できるんですね。そう、私もそうです。毎回新しい講座作るときは、皆さんが欲しい、求めてくださってるものを作らせていただいてるし、時間かけて作らせていただいてるし、毎回毎回ブラッシュアップしてるので、もうみんなに受けてほしいな、みんなの問題解決できるのになって思いながら、今日だってそうです、ご紹介させていただいてるんですね。そうなので悪じゃないんです、うん、ちゃんとしたコース、コースでちゃんと学びたいって思ってくださってる方いらっしゃるので、ぜひその自分の扉をちょっとね、自分が閉めてる鍵をちょっとね開けていただけたらななんて思っております。なんでこんな熱く語らせていただけるか、いただくかっていうとね、結構そこにブロックをねかけてる方が、アウトプットしていただいてる文章の中でもね多かったので、少し長くなりましたが熱く語らせていただきました。はい、4日間までの振り返りさせていただいたんですけども、やっぱりね、選ばれる教室になるためには、リピーターさんがね続く7対3の法則守るためには、やっぱりノウハウを学ぶだけじゃなくて、やっぱり実践しないと何もならないです。インプットしたらね、さっきも言ったように出せなかったら半分忘れちゃうのでね、そう、これまで集客の重要性、 SNS の活用方法、リピーターさんを増や、なんで増やさないといけないか、増やす方法をお伝えさせていただきました。でね、わあめっちゃ楽しそう、もうすぐやるわって思ってくれてる人いますか？正直なことを言うと、逆にね、あ、めっちゃ大変そうって思ってしまった方の方が多いんじゃないかなと思っちゃってて、そう、うん、ありがとう、エリカちゃん、リピーターさんに喜んでもらえる、もらえようとか、こと、もっと考えなきゃと思いました。ありがとうございます、ぜひ考えてみてください。そう、これね、全部一人でやろうと思うとやっぱり難しいという不安を感じさせていたしまってるんじゃないかとちょっと思ってたりしております。具体的には今日ね、ロードマップお話ししますよってお話、今日のテーマにさせていただいたんですが、どんなロードマップ
考えていただきたいかというと、具体的にはね、説明会とセットでロードマッププチセミナーっていうのもさせていただくので、あなたに合ったロードマップを引かせていただくので、もう私自分で作れないかもって思ってる方と、どうやって考えたらいいか気になってる方はぜひ説明会申し込んでいただきたいんですが、実際に考える流れとしては、まずは自分が叶えたい目標、やっぱり目標を通知化する、考えるっていうのはすごく大事ですよね。いつまでにするとか、いつまでにこんな風になりたいっていう目標をしっかり決めてあげる。で、ペルソナとコンセプトを決めていただいて、スケジュールをしっかり立てる。無茶しないでください。みんなによく言ってます。スケジュール立てるときは、女性はね、ちょっと子供の急病が入ったりとか、親の介護がちょっと始まったりとか、結構何かといろいろあるので、ちょっと頑張れば叶えれるスケジューリングを、無理のない、でもちょっと無理してください。ちょっと頑張れば叶えられるスケジューリングを立ててください。あとはペルソナに認知してもらう SNS とか発信を心がけていただいて、爆商品、何度も言葉出てきましたよね、爆商品、フロント商品を作っていただいてプロモーションするっていう流れになってくるのですが、最強ロードマップね、具体的には説明会でさっきも言ったんですがお話しさせていただきますが、やっぱりこれ何度も言うように一人で考えるのって結構難しいし不安感じてませんかということで、ぜひ昨日もね、キコさんとお話しさせていただいた時に、インスタライブさせていただいた時に、お二人とももう共感の試合だったんですが、やっぱりね、教室運営、キコさんも十何年前からしてて、私も十何年前から教室やってて、一昔前とは違うんですよね。ちょっと募集かけたらすぐ満席になるっていうのが13、4、5年前だったんです周りに教室なかったから。そうなんですが、今は周りの人みんな上手になってきたし、どっかで学んでるし、やることめっちゃ多いんです今ってね、昔に比べると。なので一人で全部一から学んで、全部一からあれこれこれって無料で学んでいくと時間も労力もかかります。だからこそプロのサポートを受けて効率的に進んでいただくのがおすすめです。プロっていうのは何も私って言ってるわけではなくて、その道のプロの方に専門的に受けて効率的に進めるのが本当におすすめです。実際にね、自分が叶えたいことを叶えるスピード格段に上がってきます。私ね、毎回それこそコロナ禍の前はずっと無料の商品ばっかり、あ、無料で、あ、これいいな、行ってみようとか、あ、無料でなんかイベントやってくれる、行ってみよう、勉強しようみたいなことをやってた時と、もう4年前から危機感じたからね、あ、これ このままだと施設さんコロナ禍でね来てくれない、どうしよう、なんかね動きたいって思って、ちゃんとお金払って学ぶようにしたら、やっぱりスピードも変わったし、あと効率が一気に変わりました。今日ね、限定サイト、皆さんのが見やすいねサイト、ホームページを作りました、キャンバでっていう話させていただいたんですが、まあでもね、3時間半でホームページ1個作るってすごくないですか。一昔前の私だったら作れなかったんですけど、じゃあなんで1ページ、 割と結構見ていただいたら分かると思うんですが、結構こだわって作らせていただきました。なんでそれが3時間半とかでページができるか、サイトができるかっていうと、やっぱり1回学んだことがあるんですよね、こうやったらレスポンシブが崩れるからとか、こうやったらホームページとパソコンで見た時と携帯で見る時はこうやったらちょっと崩れちゃうから、こういう時こうしたらいいんだよとかっていうのを一回学んだから、あ、そうだったそうだったと思って直せたりしたんですね。これって学べてなかったら多分私一日かけても終わってなかったと思います。なのでぜひ、ただね、じゃあ外注すればいいじゃないかと思うかもしれないんですが、外注費ってめっちゃ高いのと、あと思った通りのものができなかったりするんですね。それはなんでかっていうと、自分がちゃんと伝えれてないっていうのもあったりするかもしれない、こんなコンセプトでこんな人に来てほしくてこんな風な感じでみたいなことを伝えてないから、ちゃんと思ったものができないっていうのもあるかもしれないですし、あとちょっと訂正したいとき、修正調整繰り返すの大事だよっていう話よくさせていただいてるんですけど、3日4日後に戻ってきたりするんですね。でもご案内したいのは今じゃないですか。そうなので、ぜひ皆さんには自分でできるようになってほしいって思ってたりしております。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、今日のアクションプラン、今日のアクションプランは何かというと、5日目のアクションプラン、ぜひ最強ロードマップ、ご自身のあった最強ロードマップが作れる、そして集客が学べる、私だけじゃなく実はフォローの先生がたくさんプロの方が入ってますよっていう話させていただきました。そのウェブ集客講座の説明会来てくださいっていうのが今回のアクションプランになってきます。軽くね、どんな説明会かとか、どうやったら入ったらいいのかってところもご案内させていただきます。説明会オンライン開催です。 Zoom を使って
いきます。 Zoom URL は LINE で流させていただきますので、ぜひぜひ LINE の Zoom の使い方が分かんないとかあったら遠慮なくご連絡ください。事前に用意するものありますかというところで、やっぱりね、あの少人数制、先着5名にさせていただいてたりするので、説明会ね、あのぜひロードマップもセットで作らせていただくので、お悩みとか叶えたい未来とか相談したいこととかっていうのを事前に考えておいてください。現状のお悩み、叶えたい未来っていうのを明確にしておいていただけると、スムーズに、あなたに合った、その方に合ったロードマップっていうのを作らせていただいて紹介させていただきやすいと思っております。説明会の時間どれくらいですかというところで1時間を考えておりますが、ただね、あの一人一人どれくらいの時間がかかるかってところがあったりするので、少し長くなったらご了承ください、申し訳ないですってところ、1時間ちょっとをね、目安にちょっと余裕を持っていただけたらと思っております。ロードマップ付きウェブ集客講座説明会の流れは、まずは少人数でやらせていただくので、私がね、こんな講座なんですよって言うだけだとね、あの皆さん、飽きてしまうかなっていうところも、またせっかくだからお持ち帰りしていただきたいな、一つでもって思っております。せっかくね、この5日間学んでいただいたので、きっとこういう時どうしたらいいのとか、現状の悩みとか、こんな風になりたいんですっていうのがあると思います。まずはそれをヒアリングさせていただいて、一人ずつにあったロードマップを提示させていただきます。こんな感じでこんな風に進めばいいんだよって、やっぱり人によって全然違うと思うので、そちらの方私ね、作るのが得意だったりするので、ロードマップを提供させていただきます、提示させていただきます。はい、どうやって作ったらいいかっていうのをより詳しく、あのお話しさせていただく、プレゼントも実はあったりしております。はい、で、詳しいウェブ集客講座の説明させていただいて、特典っていうのを配布させていただきます。で、ちょっともうちょっと聞きたいな、これはね、希望者のみですけども、個別相談もその後ね、あの予約できるようにご案内させていただこうと思っておりますっていうのが、説明会の流れになってきます。で、もうすでにね、日程参加できませんって方が何人かいらっしゃるので、今ねカレンダー見てると、金曜日がね説明会の日なんですが、ちょっと土曜日とか来週にもね、1日か2日、皆さん一人一人の話を聞こうと思ったらどうしてもね、人数たくさんは取れなかったりするので、ちょっと日程の方を増やそうかなと今考えてたりするので、そちらのご案内が欲しい方はぜひぜひそちらもね、公式 LINE から送らせていただくので、詳細していたいですとか一言送っていただけると嬉しく思います。はい、最後ね、ちょっとこんな感じでご案内になって申し訳なかったんですけども、興味ある方にはぜひぜひちょっと参加したいって思ってもらえたんじゃないかな、気になる方はぜひ、お早めにお申し込みください。で、今回の 5days、 もうね、皆さんのアウトプットが素晴らしくて私追いついてないです、途中から皆さんの返信ね、最初は頑張って全員にしてたんですけど、ちょっとこの資料も作らなきゃいけないし、でアウトプットあとでね、あの皆さんに質問があったところとか、これは答えてあげた方がいいなっていうのはしっかり、返信させていただくのでご安心ください。で、もうね、自分のためにアウトプットしてくださったかなとは思うんですが、せっかくだったらね、楽しんでいただきたいっていうのもあって、5日分のアウトプットをしていただいた方には、プレゼント、先ほどお話しさせていただいたプレゼント2つ、送らせていただきますので、最後の今日のね分までぜひアウトプットしてください。またね、5 days チャレンジしてくださった方と、説明会興味ありって送っていただいた方にも同様にね、あのこの限定サイトを送らせていただこうかなと思っておりますので、今日の夕方ぐらいかなご案内が行くと思います。5 days 参加していただいた方にはちょっとね、全員ではなくてね、全員には送らないかな、あの多分興味ない人もいると思うので、ちょっと何かしらアクションしてくださった方にはこちらのご案内を送らせていただきますので、そちらもね、ちょっと楽しみに待っていていただけたら嬉しく思います。はい、でね、どこから飛ぶのっていうのも聞かれるので、詳細、ウェブ集客講座の詳細知りたいですって方は、アトリアのプロフィールのインスタグラムね、インスタグラムのプロフィールのリットリンクってところをタップしていただくと、ウェブ集客講座の詳しいご案内、詳細、どんなことが学べるかっていうのも載せております。もうね、こんだけ内容をモリモリつけたのは今回が最初で最後だと思う。気になる方はぜひご覧くださいっていうのを言いたい。本当に私もさっきも言ってる、さっきね、あのこう押し売りじゃないんだよ、学びたい、学んでほしいと思うから、ご案内するんだよっていう話させていただいたんですけど、まさに私もそうなんですよね。これぜひぜひ本当にみんなに受けてほしいぐらい手厚い、学びやすい講座にさせていただいてるので、これもうすでにお教室スタートしてる方も、これからやりたい方もぜひ興味があればサイトを覗いてみてください。はい、最後まで熱く語らせていただきましたが、いかがだったでしょうか。今日もね、何か一つでも持って帰っていただけたら、嬉しく思います。あれあれ、
私あっという間に10時11分、今までで一番長い時間させていただきました。ちょっと長くなってしまいましたが、ね、今日も一日いい一日を過ごしください。さっきね、あの3回連続今日1日だけでも3回連続でインスタライブするよっていう話させていただいたらね、コメントで3回とも参加しますって言ってくださった方いらっしゃいましたが、本当嬉しいです。ぜひアーカイブ残さない、酔っ払いブとかね、アーカイブ残さないですし、うん、エミさんとのレッスンは残すかなぐらいだったりするので、こちらもねアーカイブは残してないので、さあぜひどれもリアルタイムに参加していただけたら嬉しく思います。はい、5日間本当にお疲れ様でした。聞いていただき参加していただき本当に本当にありがとうございました。ただね、私ちょっとインスタライブ楽しいなと最近、一時期はねずっと毎日やってたんですが、最近サボりがちだったりはしたのですが、またまた定期的に今後もやっていきたいななんて思ってたりするので、なんかねアトリアールのね、ご案内でねプッシュがね、あライブ始めましたとか来たらね、よかったらちょこちょこと覗いていただけたら嬉しく思います。そしてね説明会もよかったらぜひ参加してください。はい、長くなりましたが今日も良い一日お過ごしください。5日間お付き合いいただきありがとうございました。またまた失礼します。ありがとうございました。